じゃあ行きますよ。はい。3、2。FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、メンヘラ城第104回の収録となっております。はい、収録放送って言ったらいいかな。はい、はい、本日沖縄地方はちょっと雨の、そうですね、はい、雨模様でして、はい、またね、能登の方ではね、ちょっと災害も、うん、大雨による災害もあってね、なんていうのかな、人によっては地震の時より、うん、災害として、被害が大きいと、うんうん、言ってましたね、ニュースで見て。ね、ようやく復興に向けて、動き出してたところでね、うんうん、今年1月か地震があって、うん、ね、復興に向けて頑張ってる時にあんな大きい被害で、ちょっとね、なんかニュースを見てると本当に心が痛い、痛くなる思いがあったんですけれども、うんうん、でもそうね、内地はちょっとね、川があって山があってってあるからね、うん、ちょっとどうしても大雨の時には被害が大きくなりがちなんですけれども、うんうん、まあ沖縄もね、まあ一言ではなくてですね、大雨の時に災害もね、少なからず土砂崩れとかもあるからね、うんうん、道路の冠水とかもありますし、そうだね、うん、皆さんもね、天気の状況にはね、今年特になんか暑い日も続いててね、うん、うん、なんか前回も言ったかな、なんかラニーニャ現象、うんうんうん、エルニーニョとは違ってね、ラニーニャ現象っていうので、うん、夏は暑く冬は寒くなるって言われてるらしいんで、はい、今年もしかしたら冬はね、結構寒いっていう気象予報士さんもいらっしゃいますので、うん、体調管理の方はぜひね、お気をつけて、我々の場合はメンタルの方もね、そうだね、はい、管理していかないといけないんですけれども、はい、はい、まあこんな2人でお送りするメンヘラ城、本日も、短いお時間ですがよろしくお願いいたします。お願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では本日のトークテーマに行く前に、はい、はい、夏実さんから、告知がございます。はい、告知です。よろしくお願いします。はい、はい、コロンビアと沖縄、真の自己決定を目指して成年貢献制度を共に考えるということでですね、はい、開催日、あ、待って待っていきなり開催日と、これをタイトルでイベントシンポジウムが、そう、はい、開催されます。イベントシンポジウムをやります。はい、このシンポジウムにね、夏実さんも、うん、トークゲストって言ったらいいのかな、なんていうかね、という形で、そう、ゲストスピーカーっていう形で登壇いたしますので、はい、お時間ある方はぜひ会場まで足を運んでいただけたらと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、内容をちょっと読んでもいいですか。はい、開催日とご案内よろしくお願いいたします。はい、では障害者や認知症の高齢者などの自己決定支援はどうあるべきでしょうか。
南米コロンビアは青年貢献のような代理支援制度を廃止したそうです、うん、どのような制度改革が行われているのでしょうかということでですね、はい、あの特別ゲストをコロンビアから弁護士さんでアンドレア・パラさんという方を招いて、はい、10月の25日金曜日ですね、はい、来月25日ですね、はい、10月25日金曜日、はい、18時会場の18時30分から20時30分まで、はい、夕方6時半から8時半まで2時間、はいはい、場所は沖縄県総合福祉センターユイホールというところでやります、はいはい、首里の石峰にある、建物ですかね、かな、うんうん、参加費800円となっております。はい、あの、はい、興味のある方はぜひ、うん、ね、夏美さんに会いに、というか、まあ、この青年貢献制度結構ねちょっと難しいテーマではあるんですけれども、あの我々もね、うん、あのまだまだ勉強中なんだけど、ね、まあ、まだ元気であればいいんですけれども、うん、例えばね、うん、事故であるいは、年を取っていく中でね、うんうん、あの認知症が始まったり、うん、あるいはあのそれこそさっき言ったように事故でね、なんていうのかな、脳に障害が残る、あるいは体に障害が残る、うん、そういった時にね自分でなかなか、物事を判断できない状況、うん、あるいは状態に陥った時に利用できるというかね、うん、利用することの多い制度なんだけど、はい、なんかまあ簡単に説明させてもらったら、青年貢献制度というのはですね、判断能力が不十分な人、うん、認知症だったりあるいは精神障害、うん、知的障害、身体障害などで、うん、判断能力が不十分な人を支援する制度で、はい、まあ、そういった青年貢献人が財産の管理や生活に必要な契約を代理で行う、制度となっております、うん、はい、はい、これについてね、コロンビアの方では廃止したと、この代理支援制度、うん、うんうん、日本でいう青年貢献人っていうの制度を、まあ、向こうは何て呼んでるのか分かんないけど代理支援制度っていう風にね、うん、形にはなってるらしいんですけれども、うん、これでね、この言ったら最近この青年貢献人の制度、これも便利に使っててね、すごく助かってるっていう人ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、その反面ね、青年貢献人となった人がね、その預かった財産とか、うん、管理してる財産に手を出して、うん、要は横領だよね、業務上横領という形にはなると思うんだけど、うん、その人の財産を勝手に私的流用していたとかね、うん、そういう問題点もあるわけで、あるいは家族がね、その人のために使う財産をお金を自分たちのなんていうのかな、お家の支払いだとかあるいはローンだとか、うん、そういうふうに使ってて、結果ちょっと当事者というか本人と家族の間でトラブルになるとか、いろんな問題が生じたりもしてる制度でもあるから、なんかそれをなんていうのかな、まあいいところ悪いところあるんだけど、より良くしていくためにはどういった、なんていうのかな、制度の改革ですとか、うん、あるいは、もう廃止、思い切って廃止するのか、そういった部分でね、日本にあったスタイルはどういったものがいいのかっていうのも含めて、多分この今回10月の25日金曜日に行われるシンポジウムでは、うん、お話が聞けると思うんですけれども、はい、なので僕たちにもね、決して無関係ではない、制度のお話ではあると思うので、将来どうなるかわからないところで知識としてね、うん、こういった制度のことについてお話をね、うん、ちょっと知恵を入れておくっていうのも
いいのかなと思ってますので、はい、ぜひぜひ、興味のある少しでも興味のある方は、はい、足を運んでいただけたらなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。いや、お申し込みの電話番号をお伝えいたします。はい、098-890-4890ですね。098-890-4890。担当は早坂さんと言います。はい、興味のある方どしどし振るってご応募お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。フライヤーみたいなのがね、うん、FM ギノワンさんの方に来ていただけると、置いておりありますので、詳細を聞きたいという方は、知りたいという方は FM ギノワンさんの方に来ていただいて、うん、まあ、パンフレットを見ていただくか、うん、あるいは直接メンヘラ城宛てに、うん、メンヘラ103アットマーク gmail.com まで、はい、お問い合わせいただければ、はい、データでもそのパンフレットをお渡しできるようになっておりますので、ぜひご一報いただければ、あるいはもう直接ね、はい、先ほどの連絡先、うん、早坂さん宛てに、ご連絡いただくのももちろんいいですし、はい、はい、繰り返しになりますけれども、興味のある方はぜひ、はい、成年後継制度を共に考えてみましょう。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん、でトークテーマね、成年後見人っていう形でね、成年後見制度かのことについてちょろっとお話しようっていうところではあったんですけど、まあ大体が告知になってしまったんですけれども、うん、夏美さん、ちなみに成年後見制度について、はい、最近いろいろ勉強もされてるみたいですけれども、うん、なんか考えというか、はい、なんかいろいろ勉強してみて分かったこととかでもいいので、この制度って、うん、本当今ツイキャスでグレタマさんも参加してくれてるんですけど、こんばんはってことで、はい、こんばんは。手続きが大変らしいとか、民法で学んだとか、うんうんうん、猫ババしてるかの判断が難しいとか来てるんですけど、本当そうだと思います。なんか一旦これを申請してスタートしたら、うんうん、ストップができないっていうらしいです。そうなんだ。そう、勉強会で言ってました。あ、ストップができないっていうのは途中解約ができないみたいなことなのかな。やっぱやめますみたいなのができなくて、いい制度らしいんですよ、これ。すっごい押し売りじゃないけどね。だから慎重に、うん、やらなければいけない制度ではあると思うんですけど。あ、そうなんだ。うん、そう言ってましたよ。うん、ちょっと怖いね。なんかそのそう思ったらちょっと怖くなっちゃうよね。うん、うん、だからね、うん、なんていうのかな、私たち、これは言っていいのか、私たちは、うん、解離性障害っていう病気を持っていて、うんうん、夏美が、うんうん、お金をすごく自分のわからないところで別人格が、うんうん、別人格の子たちが出てきてお金を使っちゃったりする時期があったんですね。うんうんうん、それで、私本人も数字が苦手、計算が苦手っていうこともあったので、うんうんうん、結構冬になっても水風呂を浴びるぐらいガスが止まったりするのが、お家のガスが止まったり、うん、電気が止まったり、携帯代が払えないとか、うんうん、そういうのが当たり前になるぐらいのこのお金のやりくりが難しくてですね。そうね、出会った当初毎月携帯止まってたもんね。止まってましたよね、うんうんうん、それで、結婚した健太さんは、うん、皆さんご存知の通りゴリゴリのギャンブル依存症なのでゴリゴリいるか、まあゴリゴリですけどギャンブル依存症なので、そうそうそう、あればあるだけ使っちゃうっていうね、ちょっと良くないあれ、なんていうのかな、特性というかね、まあ、病気ではあるんですけれども、うん、ちょっとそういう2人なので、うんうん、私たちは成年後見の前のというか、まあ全然段階って言ったらいいのかな、自分たちで決められる
と言ったらいいのかな、あのね、なんて言ったらいいのかね、なんていうのかな、制度として利用してるのは僕らが権利擁護っていう制度を利用させてもらってるんですけど、はい、宜野湾市だったら社会福祉協議会、うん、宜野湾市の社会福祉協議会がそれを管理してるというか、管轄になるんですけれども、うん、まあ僕は今働いてるんですけど、まあ以前はね、夏美さんと共に一つの世帯で生活保護をいただいてね、僕がまだちょっと心のね方が安定してなかったってのもあって、生活保護でちょっと暮らさせていただいてたんですけど、その生活保護、毎月いただく生活保護をが入ってくる通帳カードとかをその社協の担当の方にお預けして、週に1回生活費ね、まあ話し合いの、話し合いの中で決めた生活費を、1週間分の生活費を、持ってきていただいて、でその中で1週間またやりくりして、またね、来週、次の週にまたお会いしてっていうのを、まあ今もなおね、続けさせてもらってて、そうそうそう、その辺はちょっとすごく今いくらあってこれを支払いがこういうのがあるから、だいたい今月はこのぐらいお金が残りますとかね、なんか僕らがちゃんと自分たちで金銭を管理できるようになるまでのお手伝いみたいなことをしてくれる制度があって、はい、それには非常にねちょっと助けていただいてるんですけど、助けてもらってる。そういう意味では成年後見制度とは違って解約はできるんだよね。そうできるね、それはできる、ね、もういいですってなったら辞めることはできるし、例えばいくらいくらがちょっと急に、まあ、例えば法事が入ったとか、友人と遊びに行く約束が急だけどできたとか、そういった急な出費の時とかにもある程度、まあ、休日以外でしたらね、社協が空いてる日でしたら、融通聞かせてくれる、その辺はすごく助かる制度ではあるんですけどね、成年後見制度が俺解約できないって聞いてちょっとびっくりしたな。その、成年後見の代理でやってる方がよっぽどの理由じゃない限りっていうか、亡くなるとか、病気でもうできなくなる、重い病気でできなくなるとか、はいはいはい、それこそさっき言ったお金を使っちゃって、もうダメなことをしちゃう、お金を、その人のお金を使っちゃう、預かってる側がね、犯罪横領しちゃうっていうようなことがなければない限りはずっと、ない限りはずっとそのパートナーになっちゃうわけだ。そうなっちゃうっていう、それも自分では決められないんですよ、またその相手をっていうことよね、あ、そうなんだ。この人にお願いしたいっていうのを自分で決められなかった。例えば家族にお願いしますみたいなことはできないんだ。そっか、なんか裁判所で決めるっていう話だったよね、確かね。だからそういう意味でもぐでたまさんがおっしゃるように手続きがちょっと煩雑になって大変になってくる部分ではあるかもしれないね。で、私たち、私はそういう、勉強中だから、私はもうちょっとまだわからない代表として、今回このイベントに、シンポジウムには登壇しようと思っていて、だから全然わかんない方でも一緒に勉強しましょうっていうスタンスでやっていきたいっていう。そう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 、夏美さんはわからない代表、わからない人代表として、はい、まあ、当事者でありね、精神障害当事者であり、この成年後見制度、難しい話とかを、分からない部分を今のどういう意味ですかっていうね、もう少し分かりやすく教えてもらえますかっていうのを壇上でね、聞いてみんなの中でね、でそれに似たような権利擁護の支援を私は使ってるんですけどっていうようなところで発言をもしかしたらするかもしれないんですけど、ちなみにゲストのアンドレア・パラさんとは別に、夏美さんとあと弁護士、日弁連の弁護士さんの所属の弁護士さん、池原義和さん、あと沖縄県自立生活センターイルカから永井玲子さん、沖縄精神保健福祉会連合会から高橋俊夫さん、アン
ントレアパラさんを含めて5人で特別ゲストを迎えて、はい、登壇してお話しするシンポジウムとなっておりますので、はい、うん、ぜひぜひ来ていただいて、僕もね、うん、当日はいて、僕自身も勉強としてお話聞けたら、うん、聞けたらなと。あと、もしかしたらね、夏美さんの漫画の紹介とかも、はい、させてもらえたら、させてもらえたらなというところもあるんで、うんうん、はい、ぜひぜひそういった夏美さんの動きにも注目していただければと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、これツイキャス来てます。はい、はい、お願いします。はい、埼玉の郷さん、はい、お薬飲む前に聞け。あ、はい、ありがとうございます。なちゃん、健太さん、こんばんはってことですね。はい、こんばんは。武蔵さん、夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です、とのことです。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。今来たばかりのお二人にも伝えれるようにね、うん、うん、夏美シンポジウムに登壇しますので、はい、郷さん、ぜひ埼玉から来てください。10月25日金曜日です。飛行機で来てください。うんうんうん、あ、もう一回言った方がいいかな、これ。はい、じゃあ改めて最後に、はい、改めて、はい、はい、10月25日金曜日、18時会場、18時30分よりですね。場所は沖縄県総合福祉センターユイホールにて、はい、参加費800円で、コロンビアと沖縄真の自己決定を目指して青年貢献制度を共に考えるというイベントですね。はい、で、お問い合わせの番号を言いますね。はい、098-890-4890、 098-890-4890、 担当は早坂さんと言います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではエンディングに行きます。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、第104回のメンヘラジオですが、まあ、トークというより告知主体にはなりましたけれども、告知主体になっちゃいましたね、今日ね、うんうん、まあ、でもね、青年貢献制度、うん、なかなか、難しい、なんていうのかな、制度だったり、ね、ちょっと縁遠いのかなと思ってたけど、うん、改めてなんかこのお話、シンポジウムのお話が夏美さんに来た時に、うんうん、ちょっと勉強してみ、勉強というかね、ちょっと調べてみたり、うん、したら、なんかもしかしたら俺たちもね、将来使うことになる可能性のある制度かもしれない、うん、うんうん、あるいは自分の家族、身内がね、必要になってくるかもしれない、うん、かもしれない、うんうん、なので知識としてゲットしとくのはいいかもしれませんね、うん、いいかもしれないなっていうのは当然あるから、うん、なのでね、ちょっと興味あるというか、なんかどういうシンポジウムになるのかな、どういうお話が聞けるのかなっていうのは、うん、もう純粋に楽しみというか、うん、うん、な部分がありますよね。はい、私は分からない人代表でいきます、うん、何よりね、なんかおすすめって言ったらあれだけどね、夏美さんと一緒に登壇する日弁連東京からいらっしゃる弁護士さんのね、池原義和さんのお話、うん、がね、すごくなんか耳にスッと入ってくる、ね、すごい入ってくるよね、池原さん、池原さんの話、うん、うん、以前ね、ちょうど去年か、去年の、それも1月じゃなかった、え、もっと前じゃない、もっと前か、一昨年ぐらいかに、国連のね、特別報告者っていう、元特別報告者の方、国どこだったっけ、出身リトアニア、リトアニアだったか、リトアニアの弁護士さんをお呼びして、精神科医さんだよ、あ、精神科医さんをお呼びしてダニエスさん開かれたシンポジウムに夏美さんも登壇して、うん、この池原さんとはね、そのシンポジウムで初めてお会いして、いろいろお話しすることがね、増えたんだけれども、その時のシンポジウムの時もね、すごく分かりやすく、うんうんうん、お話を教えてくれて、してくれて、なんていうのかな、声のトーンなのかな、喋り方なのかな、スピードだったり、うん、なんか難しい
ことを分かりやすくもちろん伝えてくれるんだけど、うん、すごくなんか耳に入ってくる、そう、はい、お話し方をされる方なんで、それこそね、アミの全国大会でもご一緒してね、あの時もすごくなんかスッと入ってくるようなお話をしてたよね、うん、うんうん、だからぜひね、池原さんのお話も面白いと思うんで、うん、聞きに来てほしいです。はいはい、ぜひご参加、どしどしご参加いただければとね。うん、あ、今日ツイキャス拾っていいですか。はい、どうぞ。武蔵さん、夏美さん、健太さん、大谷翔平選手の大活躍見たりしますか。見てるよ、もちろん。見てます、見てます。53本55盗塁、うん、もうどこまで行くか楽しみにしてます、ね、ラントさんもヤッホーって来てますね。はい、ヤッホー、ありがとうございます。はい、では、メンヘラジオ、ここでラジオ開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、お疲れ様です。はい、最後にゃもにゃも。